小牧長久手の戦いの後、家康は秀吉と結び、秀吉の補佐役となった。家康は関東の北条家とも和睦、武田織田亡き後の上信二州を分配し、両家の領土争いに決着をつけた。これを不服とした上信二州の大名真田昌幸は越後の上杉家と同盟し、家康に抵抗する構えを見せる。家康は自ら大軍を率いて昌幸の居城上田城に攻め寄せた。計りごとに長けた昌幸との対決、忍びである半蔵の真価が今問われる。主に代わり手を汚す、それが忍び。第3話、上田城の戦い、影は闇に潜む。かつての武田軍に苦しめられた徳川も、今は大勝利。遠征も戦況も我らの優勢。皆の者、勝利は近い。徳川家康、何するものぞ。さて、これはやる。行くぞ。今じゃ。敵を一気に押し返せ。はかられたか。城外へ出す。犬は無事か。効果に火を放て。火の大炉を立つのじゃ。なんと城内で誘い入れた。このためか。やむを得ぬ。前線の部隊を城下まで引かせよ。お主らの動きなど全て読んでおるだ。行くぞ。この木を濡らさず家康を撃つ。守りを固めろ。わけには参らぬ。この窮地いかに出すか。お見事。命令は全ての敵を撃破。救援感謝いたす。真田の策もここまでよ。行くぞ。信州を奪わんとする徳川の上杉が止めるぞ。守りを固めろ。
これは上杉軍加勢に来てくれた彼らの木に出たよ変わらず空だから影を操る徳川の天下に光などありえません。主の光が曇らぬように影が手を汚すのだ。恥ずかしい。逃げる背を見ないでください。ここで果てるわけには参らぬ。ここで果てるわけには参らぬ。全ての敵をほふろ。忍びごときに上杉の兵は止められる。いかなる兵も止めてくださいな忍び。影に沈め。やがりますな目に真田の策も尽きたであろう。上田城の天守を目指せ。行くぞ。最下手行くぜ。狸狩りだ。守りを固めろ。行くぞ。策はまだ残ってたりして。真田家ここに参上。滅。誰ぞ助けてくれんか。雪村、悪いが引くぜ。名とあらば無駄。すべての敵を捕らえる。徳川の忍びか。一つの忍術勝負でもしとく。時が惜しい。暴れな。ご主人様のために任務遂行最優先ってわけか。今時そういう忍者って流行らなくない？たやすい。忍びが侵入したか。父上を守れ。開門。守りを固めろ。まさか結果は特に言えない。死にたくなくて。真田の槍は敵を見れば必ず戦う。ようここまで来た。相手になろう。勝負あった。皆ようやってくれた。感謝するぞ。闇に